材料。材料2から3人分です。卵を多めに使うと美味しく仕上がります。調理スタート。温めたご飯の上に卵1つを割ります。そこに用意しておいた油を半分注ぎます。今回のポイント。ご飯と卵をしっかりと混ぜ込みます。卵と油をお米一粒一粒の表面にコーティングさせていきます。これでチャーハンがパラパラになります。よく熱したフライパンに残りの油を敷いて、卵と具材を焼いていきます。炒め終わったら一度具材をお皿の上に移します。具材を移した後のフライパンをもう一度熱して、ご飯を焼いていきます。ご飯をコーティングしている卵が焼けてきたら、お皿に移しておいた具材を戻します。混ぜていきます。具材が混ざったところで、中華調味料と塩を入れます。なじませます。醤油を鍋肌で焼きながら入れます。混ざったら完成です。途中鍋を振らなくても大丈夫です。こんな感じでパラパラに仕上がります。最後に柿の種と胡椒をいっていきます。完了。
チャーハンを皿に盛ります。その上にいった柿の種を乗せて完成です。美味しくいただきます。結果、柿の種はアクセント、入れすぎ注意。次回。